長瀬蓮は日本の歌手、俳優、タレント。関西ジャニーズジュニア、出身であり、キングプリンスのメンバー。愛称は、蓮蓮全角度国宝級の異名を持つ。東京都出身、ジャニーズ事務所所属。幼稚園の年長から小学2年、そして小学校6年から高校1年まで大阪で育つ。2011年、12歳の時に母親が、 本人に内緒で履歴書を送り、オーディションを経て、同年4月3日に、ジャニーズ事務所に入所し、関西ジャニーズジュニアとして、活動を開始。同年、関西ジャニーズジュニア内ユニット a 少年のメンバーとして活動したり、2012年には、西畑大吾、大西流星とユニット、なにわみこを結成する。2015年、家族の転勤で、東京に移住。 6月5日に結成された期間限定ユニットミスターキング v s ミスター・プリンスのメンバーに選ばれ2016年以降はミスターキングとして活動を続ける2017年4月から明治学院大学社会学部に進学2018年5月23日キングプリンスとしてシングルシンデレラガールで CD デビュー2019年 映画、うちの執事が言うことには、のカラスマ派の英訳で映画初、主演、フジテレビ系、スペシャルドラマ、フライ・ボーイズ、フライ・僕たち、CA 始めましたで、テレビドラマ初主演を務める。2021年、お帰り、モネにて、追いか役で、連続テレビ小説初出演。明治学院大学に進学したのは、 セクシーゾーンの中島武人に勧められたことがきっかけであり、以降も交流が続いている。また、キスマイフット2の玉森優太とも舞台で共演したことを機に、CD デビュー日を祝ってもらったり、家に泊まったりするなどプライベートでも交流があり、玉さんと呼んで仕立っている。良き先輩である嵐の二宮和成と平、セイ、ジャンプの山田良介とは、ゲーム仲間。 小学校3年生から5年生まで、フットサル、小学6年生から中学2年生までクラブで、サッカーをやっていた。2020年、女性ファッション誌、ビビの名物企画、ビビの国宝級イケメンランキングで2020年上半期、下半期連続で、ナウ部門1位となり、同グループの平野翔に続いて、殿堂入りを果たす。なお、今回は、 全部門号計が総得票数45万票超えと過去最大の投票数となった。特技はレディースの22インチスキニーデニムを履きこなせること。桜井、有吉爽会に手披露、信じがたいほどのスタイルの良さに悲鳴を上げる女性ファンが続出する事態となった。ありがとうございます。